政府がね、本屋さんが減ってるということに対して、ようやく重い腰を上げてね、なんか対策をする、支援をするということです。まあちょっと読んでいきましょう。書店支援へ大臣直轄プロジェクトチーム。全国で減少する町の書店について、経産省が大臣直属の書店振興プロジェクトチームを5日設置し、初の本格的支援に乗り出す。書店は本や雑誌を売ることを通じ、地域文化を振興する重要拠点と位置づける。読書イベントやカフェギャラリーの運営など、個性のある取り組みを後押しする方針を検討するということですけども、遅いだろって話ですよ。地域振興の拠点とか、そんなことはもう10年も20年も前から分かってるわけで、なんでここまで放置したんだって話ですよ。これ書店の数ですけども、2013年に全国で 15,620 店、なんなら2000年の頃には2万店あったんですよ。もうすでに約1万店ですからね。半分です。半分になって、街中の本屋がもうどかどかと潰れていって、今頃になって地域振興の拠点だとか何を言ってるんだと、なぜここまで放置したんだというね、なぜこうなったっていう今来たって感じ。本はそもそもどうですか、読みます？読みます。お、読む、はい、デジタルと紙はどうですか？私は紙ですね。あ、いいですね。デジタル手軽に読めるのはいいんですけど、うん、なんか入ってこなくて、あんまり入ってこないね。台本とかも全部今デジタルで送られてきても、うん、台本も印刷して読まないと頭に入らないので、なるほど、私は紙派なんですけど、でも葉月さんの世代では珍しい方じゃないですか？まあ、そうですね。友達とかだともうデジタルでしか読まないみたいな人多いんじゃないですかね。そうです。やっぱ紙の方がいいですよ。読みやすいし頭にも入るしね。うちもね、新聞はね紙でね、うん、やってるぐらいですから。紙の本を買うときはどこで買いますか？近くの本屋さん。お、素晴らしい、素晴らしいです。そこでね、答えによってバカ者と、町の本屋で買えと言わないといけないとこだったんですけど、絵に描いたような優等生ですね。しかも町の本屋ってのがいいですよね。巨大書店は巨大書店で価値あるんですけど、町の本屋って重要ですよね。私も小さい時から本は大好きでね、大体親にね、これ買ってくれあれ買ってくれってなかなか買ってくれなかったんですけども、本だけは無制限に無尽蔵に買ってくれましたからね。で、気づいたらもう蔵書3万冊ですよ。途中から自分で買ってますけどね。やっぱ本屋さんのいいところって、この自分のもともと興味のない分野でもあれって言ってちょっと目についたりとかしません？うん、確かにそうですね、はい、そこがやっぱね、この想像力というかね、うん、知的好奇心をかきたてられるのが本屋さんでしょう。私最近絵本にハマってまして。お、いいですね。絵本って奥深いなと思って、うん、最近絵本を買ってるんです。絵本奥深いですよ。大人向けの絵本を、はい、仕掛け絵本とかを、あ、そうですか、本屋さんに見に行って。すごい。私はもう毎日絵本読んでますから。あ、そうか、お子さんに娘にね、もう毎日ね絵本を読んで物語を聞かせてた。やっぱ本好きになりましたもんね。葉月さんはどういうきっかけで本好きになったんですか？私はもともとお母さんの、やっぱりお母様素晴らしいですね、はい、お母さんが本が好きでやっぱ読み聞かせてくれた。そうですね。そして本面白いなと思って自分でも読むようになった、はい、そこですよ、うん、親が本好きでね、いっぱい読ませてあげて、この子を本好きにしてあげようと思ったんでしょうね。かもしれないですね、うん、というわけで、なんか書店支援へって言って、まあ、結局これまあアマゾンですよ。今日本で一番本を売ってるのはアマゾンですからね。で、まあ、私の本もアマゾンで売ってますからね、あまりこうボロクソにぶったたくつもりはないんですけども、いや、アマゾンってもあってもいいと思うんですよ。でも日本人のほとんどがそこで買うってことは、もう想像力を得るきっかけがないでしょ。自分の好きなキーワードのものしか出てこないし、はい、自分のもともと興味のなかったものおすすめに上がってこない。ましてやおすすめ見て買う人少なくて、自分が買いたい本だけ探してクリックするっていうね、はいはい、なんか本屋さんで見て、あれ、なんだこの本とか、なんかタイトルに惹かれるとかね、なんかデザインに惹かれるとか、なんか面白いコーナーやってるとか、うん、あーって言って、あ、この分野面白そうだななんていう、そういう知的好奇心がかきたてられるようなことはアマゾンではないですもんね、はい、もう最初から買うって決めてるものをスパーンと買う分には便利ですけども、確かにそう考えると今の人たちはみんなアマゾンで買ってるイメージです、ね、うん、そうそうそうですよ、うん、まあただね、2024年問題で輸送費コスト上がりますからね、はいはい、
あれ、アマゾンも日付が遅くなる。あ、来る日付遅くなるのね。なるほど、そういうことね。いや、むしろ今日頼んで明日とかじゃなくって、うん、じゃあ今度どこどこ行くときに商店街で本買おうかとか、はい、でいいんじゃないですか、うん、そもそも送料なんかないし、地元にお金落ちるし、だから地元の本屋さんで買えるものは地元の本屋さんで買う、そういうふうにしてったらいいなと。政府がようやく重たい腰を上げてね、書店支援とか言ってますけど、政府が変に支援とかすると変な方向とか行ったりするのでね、遅いですよ。遅い遅い、なんでこうなるまでほっといたんだって話ですよ。遅い、本当遅いです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。